2018年度一般会計補正予算案に賛成の討論を行います。本補正予算案は本年7月の西日本豪雨、北海道胆振東部地震、台風21号、大阪北部地震などによる被災者支援、災害復旧を主な内容とするものである点、予備費追加の1000億円は広範期の災害等に対応するものである点などから賛成します。この間多くの自然災害が起こりました。犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表するとともに、今なお被災されている皆様に心からお見舞いを申し上げます。災害からの生活再建に関わって政府に対して緊急切実な2つの問題への対応を求めます。第一に、災害救助法に基づく応急修理制度による支援を受けると仮設住宅への入居ができなくなる問題です。熊本地震で大損害を受けた熊本県益城町では500に及ぶ被災世帯が大規模半壊した自宅や倉庫、ビニールハウスなどで暮らすことを強いられております。この矛盾は7月の西日本豪雨災害の被災地でも顕在化しております。このような二者択一の押し付けをやめて、安心できる住まいを緊急に確保する責任を果たすべきです。第二に、東日本大震災から7年半が経過してもなお、政府が把握しているだけでも5万7000人もの方々が自らの住まいを確保することができないまま避難生活を続けていることです。その原因の一つが自力だけでは住宅再建ができないことにあることは明らかです。被災者生活再建支援法を改正し、前回の支援額を300万円から500万円に引き上げるとともに、全国知事会も求めているように支援対象を半壊などにも広げるべきです。6野党がすでに共同提出している支援法改正案を速やかに審議し、実現することを強く求めるものです。生活のなりわいが再建され、一日も早く被災者が日常を取り戻すことができるよう、政府に万全の対応を求めて討論を終わります。